どもたち、かわいいですね。保護者から大切な子どもを預かる保育園。今回の特集では、保育士さんに密着。どんな一日を過ごしているのか紹介します。今回お邪魔するのは、さくら市立まばたし保育園。0歳児から5歳児まで約70人の子どもたちを預かっています。今日一日密着するのは森永佐穂先生、入庁3年目の保育士さんです。1歳児クラスを担当しています。朝出勤したらまずは保育準備。タオルを用意したり、後で使うシールを切ったり、何事も準備が大切ですよね。8時半、朝礼の時間です。一日の予定や懸案事項を共有します。子どもたちが続々と登園してきました。見慣れないカメラが気になっているみたいですね。今日一日撮影させてもらうからよろしくね。9時20分。今日は天気もいいのでお外で遊びましょう。おいでー、おいでおいでー、早い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 、やったー。タッチー、ちょっと狭いんじゃない？みんなガオ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 、逃げろー、みんな逃げろ。外から帰ってきたら手洗いをしておやつの時間です。おやつは午前と午後の1日2回。今日の午前中のおやつは牛乳です。成長に必要なカルシウムやタンパク質をしっかり摂ります。さあ続いては運動遊び。今日は一本橋と飛び箱で遊びます。1歳児クラスといってももう2歳になっている子もいれば、まだ1歳の子もいて、成長は様々。その子の成長に合わせて先生たちがしっかりサポートします。運動遊びをしている間にシール貼りもやってみます。最初はうまく貼れなかった子もだんだん丸の形に合わせて貼れるように。貼り終わった台紙は保護者に渡しているので、保護者の方たちも保育園での成長を感じられますね。たっぷり遊んだ後はお待ちかねの給食の時間。今日のメニューはサラダとカレー。みんなお行儀よく座ってちゃんと食べられていますね。12時、お腹いっぱいになったところでお昼寝の時間。保育園では午睡と呼ぶことが多いみたいです。子どもたちの成長に欠かせないお昼寝、3時までたっぷり寝ます。
子どもたちが寝ている3時までの間、先生たちは交代で昼食をとって休憩したり、事務作業をしたり、次の日の準備をしたり、保育日誌をつけるのも大事な仕事。子どもたちの保育園での様子を保護者に伝えるため、連絡ノートも丁寧に書きます。おもちゃの消毒も欠かせません。コロナ禍の前から消毒はしていますが、今は回数を増やしてより入念に消毒します。コロナ禍の今、保育園はどう変わったのでしょう。変わったことはやっぱり行事とかに制限がかかっ、マイナスなところで申し訳ないんですけど、制限がかかっちゃうっていうのと、あとはこう大きいクラスなんかは先生たちと一緒にご飯を食べられなくなったりとか、あとマスクしてて表情が見えないから、こっちがこう怒ってるのか笑ってるのかをこう伝えるのがちょっと難しいというか、マスクしない方が伝わるんだろうなって思うことが多いです。午後3時、みんなおはよう。よく寝たね。起きたら午後のおやつの時間です。今日のおやつはおフラスクとおせんべい。このお餅みたいだね。ね、めっちゃいいな。いいよ、落とさないでね。なんか頑張れ。食べ終わったら保育室でおもちゃ遊びです。見たり、おままごとをしたり、みんな楽しそうですね。おやつ美味しかった。あ？おやつ。おやつ。はい。はい。夕方、お迎えの時間です。お母さんとお兄ちゃんが迎えに来てくれました。今日一日の様子を保護者に伝えます。5時、先生たちが集まって修例の時間です。今日の子どもたちの様子や明日の予定などを共有します。加穂先生もおそばんの先生へ申し送り事項を伝えたら、今日の仕事も終了です。一日お疲れ様でした。お昼の消毒作業の時に佐保先生にいろいろお話を聞いてみたので、最後にご覧ください。自然がすごい豊かなので、そこがいいなと思います。植物とか生き物とかにが身近にあって、あとは、他の先生たちもすごく優しいし頼もしいので相談しながら働くことができてます。やっぱりその子がこう一つできるようになった時とか、成長を感じられた時がやっぱり自分もすごく嬉しいので、その時には良かったなって思います。毎日同じようなことをしているように見えるけど、こう違うというか、気をつけてることはやっぱり、安全に、一日安全に過ごすってところで、迎えに来た保護者の方に元気な姿で返しすることができるように
そういうとこが一番気をつけてます。命を預かってるので。保育士の一日いかがでしたか。保護者から大切な子どもの命を預かる保育士の仕事、責任感の必要な大変な仕事ですが、子どもの成長を感じられるやりがいのある仕事でもあるようですね。佐保先生、未来を担う子どもたちの保育、これからもよろしくお願いします。